ベルリン国立歌劇場は、ドイツの著名な歌劇場である。本拠地は、ベルリン市のウンターデンリンデン通りに面したところにある。オペラ公演のほか、付属するオーケストラが、シュターツカペレベルリンの名称で活動することでも知られる。別名リンデンオーパー。第二次世界大戦後のドイツ東西分裂時代は、西ベルリンに、ベルリンドイツオペラが属したのに対し、 ベルリン国立歌劇場は東ドイツの統治する東ベルリン側に属した。ベルリン宮廷歌劇場最初の建物はプロイセン王フリードリヒ2世の命により1741年7月に寄港された。これはフリードリヒ広場を構成する最初の建築物でもあった。建物は未完成ながら1742年12月7日にカール・ハインリッヒ・グラウンの クレオパトラとシーザーの上演で会場した。この上演が国立歌劇場及び16世紀に遡る起源を持つ還元楽団の250年にわたる成功した協力の始まりであった。1842年、ゴットフリート・ヴィルヘルム・タウベルトはオーケストラの定期公演の制度を作った。同年、マヤ・ベアがスポンティーニの公認として総主配人に就任した。また、 メンデルスゾーンもシンフォニーコンサートの指揮者を1年間、務めた。1843年8月18日、ウンターデン・リンデンの劇場は火災で消失する。翌1844年、建築家カール・フリードリ・ヒラング・ハンスによる新劇場が竣工し、マイアベーアのシュレジアでの野営の上演で開演した。1849年には、ニコライの ウィンザーの陽気な女房たちを作曲家自身の指揮で初演している。ベルリン国立歌劇場19世紀末から20世紀初頭にかけてベルリン国立歌劇場にはバインガルトナー、ムック、アール・シュトラウス、ブレッヒなどの結出した指揮者が登場した。1918年のドイツ帝国の崩壊後、歌劇場は、ウンターデン・リンデン国立歌劇場、宮廷還元楽団は、 国立歌劇場管弦楽団に解消された。1920年代には、フルト・ベングラー、イークライバー、クレンペラー、チェムリンスキー、ワルターらが式台に登った。1925年には、ベルクのボチェックの初演がイークライバーの式で作曲家を前にして行われた。また、この頃ドイツは、第一次大戦の賠償問題からマルクが急激に下落し、 ハイパーインフレとなり、過激場の正面に用意されているドイツ皇帝の席の料金が高くなりすぎて空席が続いたため、外貨を持つ日本人客などに当てがわれた。1928年4月には近代化回収を経て、マテキの新演室で公演を再開した。同年有名なロシアのバスカシュシャリアピン、ディアギレフのロシアバレエ団と指揮者のアンセルメが客演に加わった。 1930年、E. クライバーが指揮して、ミヨのコロンブスを初演した。しかし1934年、ベルクのルル組曲がクライバー式で演奏されると、ナチ党がスキャンダルを先導し、クライバーは亡命を余儀なくされる。ヒトラー率いるナチ党の政権掌握後、ユダヤ系の団員は解雇された。クレンペラー、ブッシュなど、歌劇場に関わる多くのドイツ人音楽家が、 第3帝国支配下では、ロベルト・ヘイガー、ヨハネス・シューラー及びカラヤンが学長を務めた。1944年、カラヤンの式で最初のステレオ録音が実施された。第二次世界大戦中、過劇場の建物は2回の爆撃を受けて、完全に破壊された。最初の爆撃後は速やかに修復されたが、2回目の破壊からの再建は長期を要した。 再開にあたって、2回とも、リヒャルトワーグナーの、ニュルンベルクのマイスタージンガーが上演された。また、1945年には、ベルリンドイツ国立歌劇場と改称された。ベルリン国立歌劇場1955年に、再建され、ベーバーの、オイリアンテの上演で幕を開けた。1961年、ベルリンの壁が築かれると、東ベルリンに属する、この歌劇場は、 西側世界からは隔絶された。古典派からロマン派に加え近代、現代のバレエとオペラを含む広範囲なレパートリーを維持し、西側への海外公演なども行われた。この時期には、カイルベルト、コンビチュニー、レーグナー、スウィートナー等が音楽監督を務めている。東西ドイツの再統一後は、再興が進められた。過去上演されていた重要な作品が再発見されて、 ベルリンドラマトルギーの枠組みで改めて議論された。特に、クレオパトラとチェーザレ、クロイソス、グリセルダなど、バロックオペラが注目の的となった。これらの作品は、フランデレン出身の指揮者、ルネア・コプスとベルリン古学アカデミー及び、フライブルクバロック管弦楽団により、オリジナル楽器で演奏された。年、アルゼンチン生まれのイスラエル人指揮者、 ピアニストのバレンボイムが音楽監督に指名された。2002年のベルリン音楽祭ではバレンボイムが指揮し、演出家ハリー・クプファーとの協力で制作されたバーグナー作品の連続公演が10回にわたり開催された。2010年からは老朽化した建物を修復するために大改修工事が行われ、その間はビスマルク通りにあるシラー劇場を使って公演が続けられた。 工事は当初3年間の予定であったが、大幅に遅れて2017年に完成し、同年9月記念公演からウンターデンリンデンでの公演が再開された。行動する遺憾、旗豊吉と、マルキサド、森明秀、TBS ブリタニカ、1998、P57。ありがとうございます。